こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は目立たない隠れ家レストランがタイ人に大人気、超おしゃれで激うま、絶対行くべきカジュアルな最高のタイ料理レストランをご紹介したいと思います。外観はこんな感じで、昼間に通ると全く気づかないようなお店です。場所はテパシット通りにありまして、タップライヤー通りから歩いて5分かからないぐらいの場所にあります。お店の名前はメイズパタヤと言いまして、毎日昼の12時から夜の23時まで営業してます。格安店ではないんですが、ちょっとお金持ってるタイ人に大人気のお店になりまして、評価の平均 4.6 ということで、たくさんの方に支持されているおしゃれなタイ料理レストランになります。すごく混むレストランになりますので、今回はあらかじめネットにて8時に予約しまして、少し前に到着しました。その後続々とお客さんが入店してきまして、すぐに満席になってしまいました。店内の内装にもすごく力が入ってまして、今回席が満席だったために撮影し損ねてしまったんですが、そこら中に花なども飾ってありました。まず席に着きますと、なんだかよくわからないおしゃれな器に入ったスープみたいなものと花とおしぼりが出てきました。ちなみにこの花は食用じゃなくて食べれないということでした。そしてこのスープみたいなものなんですが、店員さんに聞いたら、ミントと生姜、パイナップルが入っているフレッシュジュースになりまして、これがめちゃくちゃ美味しかったです。このお店、フレッシュフルーツのカクテルにも力入れてるんです。そしてまず最初にチャンビール110バーツを注文しました。ドラフトビールではなくて瓶ビールになります。そして紙のメニュー表は置いてなくて、QR コードを自分の携帯でスキャンしてメニューを確認して、店員さんに口頭で注文するというスタイルになります。そして注文したのがまずこちらのスズキの丸揚げのタマリンドソースがけになります。かなり大きなスズキになりまして、これだけで結構2人だとお腹いっぱいになっちゃいそうな量でした。470バーツということで、安いお値段ではないんですが、花が乗ってたりだとか、魚の身もちゃんとカットして食べやすい大きさにして揚げてありました。味もめちゃくちゃ美味しくて、甘辛いソースにちょっと酸味もあって、ビールのあてにも最高でした。続いてミックス前菜セットというものを注文しました。見た目も綺麗ですし、ボリュームもかなりありました。単品でも注文できる4つが入ってるんですが、フィッシュケーキ、揚げ春巻き、サテにポメロサラダがこのワンプレートで味わうことができます。基本的には2人分ぐらいなのかなと思います。そしてこのプレートで一番感動したのがこちらのフィッシュケーキになります。この料理いろんなところで食べたことがあるんですが、ここのが一番美味しかったです。手作り感もすごくありまして、レモングラスの香りもすごく強かったです。そして今回一緒に行った友達が絶賛してたのがこちらのソムオーポメロのサラダになります。しっかり味がついてるんですが、さっぱりでめちゃくちゃ食べやすいです。続いてパイナップルに串が刺さったサテも普通よりも大ぶりで美味しかったです。通常はピーナッツソースと一緒に食べるので、ピーナッツソースも置いてあったんですが、そのまま食べてもガイアンを食べてるようで美味しいです。そして個人的にいまいちパッとしなかったのがこちらの春巻きになります。ちょっと冷めてから食べてしまったというのも良くなかったんですが、多分単品なら頼まないです。すごく店内混んでたんですが、料理は結構早くじゃんじゃんと出てきました。続いて注文した料理はビーフのマッサマンカレー450バーツになります。ちょっと高級なマッサマンカレーになるんですが、めちゃくちゃ濃厚でクリーミーで、中に入ってるビーフもしっかりと煮込まれてめちゃくちゃ柔らかくなってました。かなり甘みが強いカレーになりますので、辛いカレーが好きな方にはちょっと合わないかもしれないです。そしてちょっと変わってて見栄えが良かったので、3種類のカレーセットを注文しました。小さな器に3つカレーが乗ってくるのかなと思ったら大違いで、がっつりと大きなカレーが3つも出てきてしまいました。カノムチンやパンケーキみたいなものも一緒に出てきまして、
味見セットというよりもがっつりカレーを楽しむというセットになってました。こちらが魚が入ったイエローカレー、真ん中がチキンのグリーンカレー、そして3つ目がレッドカレーになります。それぞれの器が想像以上に大きくてカレーばかりになってしまったんですが、どれも特徴があって美味しくて、このカレー比べなかなか良かったです。食事が美味しいのでビールもじゃんじゃんと進んでいきます。そして調子に乗ってちょっとすごいもの頼んじゃいました。プーケットロブスターを好きな調理方法で出してくれるんですが、お店のおすすめのブラックビーン炒めでいただきました。結構大きなロブスターが出てきまして身もたっぷりありました。お値段的に気軽におすすめですとは言えないんですが、味はめちゃくちゃ美味しかったです。そして最初にも言いましたが、フレッシュなフルーツを使ったカクテルも人気ということで頼んでみました。こちらテキーラベースでリンゴ、マンゴー、パッションフルーツが入ってます。そしてデザートは隣のテーブルも頼んでたこちらのデザートを注文しました。大きな器から白い煙を黙々と出して運ばれてきました。このデザート、ただのココナッツアイスクリームなんですが、運ばれてくるだけでテンションが上がります。器もめちゃくちゃ豪華で、こちら220バーツなんですが、ココナッツアイスの味は普通です。ただ映え目的の人にはコスパいいんじゃないかなと思います。そしてデザートはもう一種類、お店の名前がついたマンゴーケーキいただきました。こちらは映え的にはあまり大したことないんですが、先ほどのアイスクリームよりも味は断然美味しかったです。そして最後にお店の名前がついたカクテルもいただきました。ベリー系のカクテルになりまして、そんなにめちゃくちゃ甘くなくて飲みやすかったです。上には花が乗っかってました。ということで2人で注文しすぎちゃったんですが、なんとか全て完食することができました。ということで気になるお会計なんですが、料理が5品、チャンビールが4本、カクテル2杯、デザート2つに水1本で合計が5096バーツでした。料理の値段に税金とサービス料がかかります。ロブスターも頼んじゃいましたし、量もかなりたくさん頼んだので結構な金額にはなってしまったんですが、雰囲気や味を考えると全然納得のお値段でした。そして隣の大人数のグループが誕生日だったみたいでケーキが出てきたんですが、それも煙が黙々と出てました。こういうのを見ると誕生日ここでやるのありだなと思っちゃいます。以上、今回はちょっと高めだけど記念日や大切な日に使えるおしゃれで美味しいタイ料理のお店ご紹介させていただきました。次回木曜日の動画は市内中心部の格安アパートメントと約800円の豪華朝食バイキングをご紹介したいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。現在メンバーシップも募集してますので登録よろしくお願いします。